搭乗手続きエアリンガスの自動チェックイン機市内にあるチェックインカウンター搭乗手続きとは航空機の搭乗券を受け取るための手続きである。チェックインとも呼ばれる。航空機に搭乗するには航空券の購入に加えて搭乗券の受け取りが必要である。当日に空港の各航空会社のチェックインカウンターあるいは自動チェックイン機当日以前にオンラインチェックインにて 以下の手続きを行う。またこれに付随して当日チェックインカウンターで以下の手続きを行う場合がある。これらは登場に必要な手続きであるが厳密な意味では登場手続きに含まない。乗り継ぎ便がある場合はそちらの座席確定と搭乗券発行も合わせて行われるので乗り継ぎ地で改めて登場手続きをする必要はない。一般に受託手荷物も 最終目的地まで運ばれるように手配されるが、コードシェア便などでは例外もある。搭乗手続きが完了すれば、次の手続きに進むことができる。正規の航空券は、ある航空会社のある航路の便に搭乗するための有価証券であり、一般に同じ航路であれば、どの便にも搭乗することができるし、払い戻しなどもある程度可能である。しかし航空機の飛行には、 燃料費や搭乗員の手当など膨大な支出が必要になるため航空会社としてはなるべく適切なサイズの機材と人員を用いることが望ましい。そのため割引販売される航空券は割引する代わりに予約という形で搭乗する便が紐付けられており払い戻しや便の変更には制限や追加料金の請求がある。このようにして 航空会社はあらかじめ登場する人数をある程度把握することができ、機材や自民の調整が可能となる。また、航空会社には払い戻しや変更に備えてオーバーブッキングでの予約を受け付けることが認められている。本質的に登場手続きはこのよう、そのためそれ以上の払い戻しや便の変更は原則として認められない。登場手続きまで座席指定ができないのは まだ登場の意思が確定していないとみなされるからである。近年ではオンラインチェックインを用いることで前日までにチェックインが可能であり、早めに座席指定ができるメリットがある一方で取り消しや変更ができなくなるデメリットの緩和が必要になる。開始時刻は空港や航空会社によって異なり、概ね出発の3時間前から2時間前に開始される。 締め切り時刻は国際線では概ね出発の約1時間前に締め切る会社が多い。なお、日本の国内線の締め切り時刻は出発45分前約20分前と各社異なる。ピーチアビエーションの自動チェックイン機近年、搭乗手続きを無人で行う自動チェックイン機を設置する航空会社が増えている。コンビニエンスストアの端末によく似ており、 チェックインカウンターに隣接して置かれている。パスポート、クレジットカード、マイレージカードなどを機械が読み取り、座席をディスプレイ上で指定すれば、搭乗券が発行される。これにより、受託手荷物がなければ、カウンターに並ぶ必要がなくなる。自動チェックイン機は、航空会社が設置するものであるため、搭乗する便の航空会社がその空港に設置していなければ利用できない。通常、 自国の主な空港のほか、便のある海外の空港にも設置していることが多い。なお、格安航空会社では、手続きをすべて自動チェックイン機で行っていたり、友人カウンターでのチェックインを有料にしている場合がある。航空会社の公式サイトで搭乗手続きができるサービスであり、航空会社にもよるが、搭乗の24時間前 -72 時間前から、 搭乗手続きが可能である。公式ウェブサイト上で搭乗券が発行され、それを印刷するか、スマートフォンなど画面で提示して、出発当日に持って行けばよく、リコンファームは不要である。なお、その印刷物をチェックインカウンターに提示して、本物の搭乗券に引き換えなければならない場合と、そのまま印刷物が搭乗券として通用する場合とがある。さらに同じ航空会社でも、 空港によって対応が異なることがあるので注意が必要である。航空券の電子化に続き、搭乗券の電子化も進められている。モバイル搭乗券と呼ばれることが多く、2006年頃から世界的に増加しつつある。海外では主に携帯電話の画面が、日本ではフェリカが搭乗券の代わりになる。事前にオンラインチェックインを済ませ、空港に着いたら、 それらを保安検査場や搭乗口の読み取り機にかざすだけで搭乗でき、搭乗手続きが省略できる。自宅手荷物についても専用のカウンターが用意されている場合が多い。KLM オランダ航空とエールフランス、ルフトハンザドイツ航空、オーストリア航空、スカンジナビア航空では携帯電話や PDA で搭乗できるサービスを行っている。それらのモバイル機器で オンラインチェックインをすると二次元バーコード付きの電子メールが航空会社から送られてくる。このメールがそのまま搭乗券となる。搭乗の際は搭乗口の読み取り機にメール画面をかざせばよい。すべての空港で利用できるわけではないが国際線にも対応しているのが大きな特徴である。アメリカン航空でも一部の空港で上記ヨーロッパ諸国と同様のサービスを開始している。 こちらは国内線限定である。ニュージーランド航空では ISO-IEC-14443 規格の親指台の非接触 IC カードと携帯電話等に送られてくる二次元バーコード付け、電子メールの2種類が利用可能である。いずれも国内線限定である。日本では JAL がクイック、ANA がスキップサービス、国内線、 クリックモービルでチェックインを実施している。出発当日、マイレージカード、または QR コードを持って行けばよい。また、2021年春からは、成田国際空港の一部航空会社において、顔認識システムを使用したオニーイートを導入予定。これにより、携帯電話や IC カード不要で、チェックインから搭乗口まで、ウォークスルーで通過できるようになる。 空港に行く前に、あらかじめ市内などで搭乗手続きを済ませることができるサービスが主に中華圏で広がりつつある。重い荷物を持って空港まで行く必要がなくなるほか、空港のチェックインカウンターの混雑に巻き込まれないメリットもある。アメリカ合衆国では、アメリカ同時多発テロ事件、デルタ航空機爆破テロ未遂事件を契機に、搭乗者の保安検査が厳重になっている。 2010年には、テロリズム情報と搭乗者名簿の称号、爆発物検知体制の充実、最新の画像処理技術による監視が行われている。オンラインチェックインエミレーツ航空携帯電話からの、チェックイン KLM ロイヤルダッチエラインズ、ハットエールフランスのモバイルチェックインエールフランス、モバイル搭乗券から、多くの路線でご利用いただけます。ルフトハンザモバイル搭乗券オーストリア航空、 SAS モバイル搭乗券スカンジナビア航空、アメリカン航空、米国内線でのモバイル搭乗サービスを拡大アメリカン航空2009年6月8日、イパサー、ニュージーランドリミテッドハットンパスター、ニュージーランドリミテッド成田空港で、顔認証技術を用いた新しい搭乗手続き、オニートがスタートします。成田国際空港、キャセイパシフィック航空が、 新鮮市内でのチェックインサービスを開始。香港ナービ2009年6月4日、市内14カ所に、自動チェックインキーコール空港の混雑感は狙う大連集水市国際空港神戸港上海事務所2010年3月16日、木林区、あず東旗新、国体等高外赤航空2018年11月15日、TVBS ハット、 環状線1月31日通車機早、A3 単動保養、アズトウキ、連合法、2020年1月28日閲覧、韓国都心空港総理駅、都心空港ターミナルハット KTX 公明駅、都心空港ターミナルが新設 KBS、ワールドラジオ2015年10月15日、ハットフライトチェック、インアットクルセントロル、 クレアエクスプレス定型ホテルでのチェックイン。グアムのチェックイン施設と空港の最新情報。ユナイテッドエラインズ。ユナイテッドエラインズ。2019年4月17日。閲覧。米、到着便の搭乗客の検査体制を強化。リアルタイムの情報も。活用2012年2月18日。閲覧。ありがとうございます。